どうもなにわ男子でーす。イエーイイエーイイエーイ。じゃあ、はい、今はですね、早朝でございます。はい、皆さん、はい、多分このファンの方なら見たらちょっとわかるんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、ここはですね、あの東京にありますジャニーズアイランドストアに来ました。はい、じゃあ初めて来た。そうですよ、東京をさせていただいてます。はい、はい、うん、そうなんですよね。ちょっとお邪魔してみようということで、はい、今回はですね、なにわ男子がこのアイランドストアさんに潜入したいと思います。イエーイ。はい、というわけで今から潜入して行ってみたいと思います。早朝だ早朝だ本当にさっき起きたばっかなんですよね。せやねんな。もう行くの？もう行くの？行きましょうよ。え、待って、あ、そっか、停止なんやな、全部。そうなんですよ、見てください。うわ、すげえな。すごい。え、これポチッと押したらもうあれ押せんの？押して、あ、違う、これだ、 QR コード、バーコードみたいなのがあって。そういうことか。大ちゃん見て、これをタッチじゃなくてさ、 QR コードやねんて。いや、近いな。もう大ちゃん、早朝のあれやわ。老眼やから無理やね。老眼で、いいえ、それ伊達見やろ、しかも。あ、見てください、これリトル関西、お、関西チームの、あ、リトカンや、すごいな、リトカンちゃんと。意外と結構売ってるやん。しかも見て、顔より雨の方がでかい。すごいな、すごいね、トワちゃん、トワちゃんちゃん、トワちっちゃ。こちらですね、なにわ男子です。あれやん、リちゃん。ありますやん、売ってる。ありますよ、売ってるやん、リちゃん、かわいい。これ結構前のやつ、前のやつかな。リチェ可愛い、これ。リチェ可愛いよな。リチェ可愛い。なにわ男子もしっかり映ってます。やってみて。あ、やってみて、これ進行してよ。おお、すげえ。すげえ。すごいな。すごい、いっぱいありますね、写真だけでも。見てみてほら、見て。スミおる。あ、お前。スミ。スミ慎太郎。スミテン、スミテンです。スミかわいいよ。スミ欲しいな。スミかわいいな。はい、どうも。はい、ね、さっき流星くんも言ったようにアイランドストアに来ました。来ました。で、ちょっとあの店内を見てたんですけども、はい、あの何を何しの写真が見つけましたね。はい、こちらです。はい、すごいですね、いっぱいありますね。皆さん、彼のところにも私は来ております。私たちは、はい、お、かっこよく決めてるね、長尾くん。これ決めております。でね、めっちゃ笑ってるね、高橋くんね。ありがとうございます。ねえ、すごいな。いや、いっぱい写真あると思いますけど、はい、じゃあちょっともうちょっと見てみますね。バイバイ。バイ。さあ、はい、見てください。ほら、じゃじゃん、ジェシーくんとジミちゃんです。どうも。なんか言ってんの？顔より雨の方がでかい。うんうんうん、白で挟まんといてって言ってます。確かに白いしな。はい、これ見て、これ最近できたらしい。え、そうなんすか？そう。へえー、すげえ。めっちゃ可愛いよな。なんかここで写真とか撮ったらさ、持って帰ろうかな。持って帰ったら窃盗になる。刑法235条により10年以下の懲役または50万以下の罰金になるから。わかりました、ごめんなさい。じゃあ中見ていきましょう。はい。おお、すげえ。すげえ。え、見て。すごいな。ほら。どう。推しの子いる？推しの子。推しの子ですか？こっちは東京ジュニアですね。あ、見たことない。会ったことない子がいる。すげえ。あ、見てください。なにわ男子でーす。全部一緒のとこ行ってるかもしれないですよ。みんなな。やめなさい。これ、え、押したら見れんのかな。いや、ちょっと待って待って。あ、これ押したらいいんちゃう。え、ジョー君の誰？あ、セルフィー。セルフィーあげ。あ、チェン、これ QR コード、QR コード。あ、これをかざすってことか。そうそうそう。うわ、見て、ほら。かわいい。ありがとうございます。うわぁ。ちょっと待って、一個気になった。はい。いやいや、待って待って。いやいや、待って。ニューヨークのシンガーソングライター。悪いいる。続いて、はい、ライブハウス週5で通ってます。続いて、
大量発生20代最後の三角座り20代半ばですよ。いやもう最後や。すごいな、こうやっていっぱい。めっちゃ最先端ですね。はい、というわけでですね、うん、はい、ちょっとアイランドストアさんを散策しましたけれども、はい、いかがでしたか？いやなんかね、普段来れないからすごいこう、うん、ワクワクしましたよね。確かに、うん、ファンの方々はね、ここに来てくださってるってことやから、うん、なんかファンの皆さんも気持ち知れたし、ね、ちょっと遠方から来る方もね、たくさんいるからね、うん、嬉しいよね、うん、バーコードで写真ね、うん、やるってのも初めて知りましたし、ね、うん、なんか室内ではこのどこではこのダイヤモンドスマイルとかも流れてるみたいなのが、なんかバージョンで、なので、それも楽しみの一つみたいな感じがしてて、そっか、それいいね。動画も流れてましたし、うん、待ち時間も楽しめるみたいな、いいとこやね、うん、はい、全部楽しめるもんね、うん、耳から目から体からね、なんか楽しめるどういうことというわけでですね、今回来ましたけれども、はい、ぜひ東京に来た際はこのアイランドストアに寄っていただいて、僕たちなにわ男子のグッズをぜひゲットしてみてください。お願いします。以上、なにわ男子でした。バイバイ。総長男子。